はいどうも皆さんこんにちは、マカベイです。マカベイの米株取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジム・クレーマーをフォローしています。新型コロナウイルスまだ猛威振るい続けてて、いろんなとこに影響出てるんですけども、今回はこれに関係あることなんですよ。肉ですね。肉がねなくなってきてるという話なんですけども、ただこれですよね、アメリカのスーパーから肉が消えるということで、でこのねタイソンフーズなんですけど、アメリカで食肉加工の最大手ですよね。でこの新型コロナウイルスの感染拡大がこのタイソンフーズの食肉処理施設の従業員の間で広まって、だからもう施設を稼働停止せざるを得ないと。でタイソンフーズは国内最大の豚肉処理施設も閉じてるし、牛肉処理施設も閉じてるし、でこのタイソンフーズのジョン・タイソン会長なんですけども、タイソンさんなんですね。こうやって食肉処理施設の稼働が停止されてる中、農家が家畜を精肉にして市場に届ける手段が少なくなっていると。で米国の食料供給網は機能を失いつつあると言ってるんですよね。で一応アメリカの食肉処理業界の労働組合によると、業界で働く人の感染者数は、まあ、5000人は下らないと言われてるんですよね。でこの食肉加工なんですけども、流れ作業なんですよね。で解体して部位を分けて、で場所によっては骨を抜いてと。でこの流れ作業の中で多くのスタッフが同じ空間で密集して、で同じ時間に休息をとって、同じ時間に同じトイレを使用してみたいな。その結果ですね、このコロナウイルスの集団感染起きやすくて、でそういう環境でやっぱ起きてしまったと。で閉鎖が相次いでるってことなんですよね。でちなみにこのタイソンフーズ、以前の動画でジムクレーマー取り上げてて、まあいつも決算発表後8時ぐらいに落ちるんだけども、そこで買ったらまた戻っていくよみたいなこと言ってたんだけども、まあ今もう80とかだいぶ割り込んで、もう60をうろうろするレベルっていうことになってますよね。でジムクレーマー最近タイソンフーズに言ってポツリと言ってたのは、まあ彼のファンド、これね、このタイソンフーズ持ってるんだけども、結構大きなポジション、マジ売っとけよかったって言ってましたね。もうなんでこれ持ち続けてんだろう、もう売らなかった自分の頭を蹴っ飛ばしてやりたいって言ってましたけどね。まあそれはさておきですね、この食肉加工施設の閉鎖、もう別にタイソンフーズだけじゃなくて、あともうカナダとかでもブラジルとかでも加速度的に広がってるんですよ。でアメリカでは豚肉生産施設のほぼ3分の1が停止する事態に陥っていると。だからもう数週間で国内の豚肉が不足すると、そう言われてるんですよね。で鶏肉とか牛肉に関してはブラジルがですね、世界最大の輸出国なんですけども、ここでもですね、その世界有数の食肉加工会社の JBS というのが、その工場が閉鎖されてるんですよね。でカナダでも主要施設が停止になってると。でこのブラジルとアメリカとカナダで世界の食肉取引の 65% 占めるらしいんですけども、これ大丈夫なのかと。世界的に食肉が不足することが懸念されてるんですよ。でそもそも豚肉に関してはその最大の生産国中国だったんだけど、アフリカ豚熱ってありましたよね、 ASF っていうやつ。その影響でもう豚肉の供給はすでに逼迫してたのに、このコロナが起こって、で飲食店が閉まったから食肉会社の一部が生産ペースを落として、このパンデミックでこの集団感染でどんどん閉鎖してるってことなんで、結構もうダブルパンチトリプルパンチみたいになってるんですよね。で前代未聞の事態だと。生産者は全てを失うリスクを、消費者は一段と高い価格で購入するリスクを負うと。値段上がっちゃうってことですよね。で双方に不利だと。豚肉もなくなるし、牛ひき肉なんかもう1週間ぐらいでもう新鮮なやつなくなる可能性があるよとまで言われてるんですよ。でこれ食肉加工施設の話ですけども、じゃあ元のね動物のとこですよね。でこれが問題なんですよね。でこの動物育ててる農家はその家畜を処理できないから、自分で、だから食肉加工工場が動いてないってことは、その深刻な食品廃棄の問題になるってことなんですよ。で肉を出荷することができなかったらもうどうしようもないんですよね。だからここに書いてる通り、それかわいそうですけども、豚を大量に安楽死させ処分しているということで、例えば豚の場合は生まれてから食肉用に育つまで180日程度で、180日程度で出荷しないといけないんですよね。大きくなりすぎてもダメなんだと。だから安楽死させてるんだっていうことなんですよね。まあ、トランプ大統領は4月の28日のことなんですけども、その国内の食料供給を守るために、その食肉加工工場の操業継続を命令したんですよね。大統領令を出したんですよ。この朝鮮戦争時代の1950年国防生産法っていうのを適用して、操業継続するようにと、不必要に閉じないようにっていうのを、大統領令を出したんですよね。だけどこれ閉じないようにって言ったって、新型コロナウイルス蔓延したらやばいじゃないですか。で結局米食肉工場、移民労働者が直面する感染の恐怖ということで、いくつかの例がこの記事では取り上げられてますけども、例えばデラウェア州の鶏肉加工場で働く移民の人の言葉として、いやできれば出勤したくないんだと、
で自分には子供もいるから、自分が感染したら家族にも危険が及ぶんだと。だけど仕事を失いたくなければ工場でのシフト勤務は続けるほかなくて、毎日出勤しては何事も起きないよう神様に祈るだけだと。で誰かがねウイルスに感染しても死ぬ手立てはないし、だから誰もが体調を崩すことを恐れながら今も近い距離で作業しているっていうことなんですよね。だからこれ深刻な問題で、これもう手に負えない選択肢ですよね。そのトランプさんが大統領令出したのは、その国の食料供給持続のために事業を継続せよってことなんだけども、でも従業員にねリスクが完全に及ばないようにするにはもう操業停止しかないわけですよね。だから集団感染したら閉じざるを得ないんだけども、かなり危険度が高い中で空いてるとこ空いてるっていう状況ですよね。でいつも見させていただいている京カイネさんのツイートなんですけども、この記事ですね、米国の食卓でなぜ肉不足早分かりガイドということで、ウォールストリートジャーナルの記事なんですけども、新型コロナウイルスのパンデミックはアメリカの食肉加工工場の生産にブレーキをかけてるから、でその結果スーパーでは牛のひき肉とか鶏の胸肉といった人気商品の価格が上昇してすぐ品不足になる状態だと。でスーパー側はパニック買いを阻止しようと購入量を制限し始めていると。今のところ僕買い物行ってる時にそういうの見たことないですけども、今度行ったらそうなってるかもしれないですね。で少なくとも5月いっぱいは断続的に品不足が続くと見られていると。でこの記事の中のこうグラフあるんですけども、これですね食肉生産量の推移なんですけども、これ米農務省によると、先週のアメリカの牛肉と豚肉の生産量は前年同期比で約 35% となっているってことなんですよね。 35% で、農業向け金融を手掛けるコーバンクの推計では、で鶏肉は 7% 減ってなってるってことなんですよね。で価格がじわじわ上がっていると。でこうやってこの動物肉業界がピンチに陥ってる中でどうなってるかというと、もう来ましたね、ビヨンドミートということで、代替肉フェイクミートへの注目が集まるってことなんですよね。で今回のジムクレーマーのマッドマネーこれなんですよ。でビヨンドミートですね。はい、ということでビヨンドミートなんですけども、以前一度動画にしたことがあって、ビヨンドミートは初期のアマゾンなのかっていう、これご参考までに概要欄に載せておきますけども、まあ、サクッとかいつまむと、ビヨンドミートはアメリカのカリフォルニア州のマンハッタンビーチに本部を置く2009年創業のスタートアップだと。で植物由来の人工肉を製造開発すると。でエンドウ豆とかを主原料として 100% 植物性のプラントベーストミートフェイクミートを開発してると。でまあこうビヨンドバーガーとかですね、これあれですよね、ハンバーガー用のパテですよね、とかこの牛肉のビヨンドビーフとかビヨンドソーセージとかビヨンドチキンとか、でこういう製品で、まあ、ホールフーズとかウォルマートとかコスコとかダンキンドーナツとか、あとは試験的にマクドナルドとかビヨンドミート製品が売られてると。で創業者で CEO の人はこれですね、イーサン・ブラウンさんなんですけども、でこのイーサンさんなんですけども、もともと再生可能エネルギーの分野で働いてたんですよね。でリチウムバッテリーの効率上げようとしてたんだけども、いやその効率 1% 向上させるよりも牛肉とかね、そういうのをよりエコな食材に置き換えた方がはるかに環境にいいと気づいて、方向転換してこのビヨンドミートを起こしたと。いや、いいですよね。だから別にこれベジタリアンの人向けにこれこういうのを開発しようとかじゃなくて、もっと大きい野望があるんですよね。で、普通のバーガーとビヨンドビーフのバーガー比べても、動物とかめちゃくちゃ飼育してとかいうのを考えると、ビヨンドバーガーはエコなんだと。水は 99% オフだし、森林伐採面積は 93% オフだし、温室効果ガス排出量は 90% オフだし、エネルギーも半分以下しかいらないと。だからこれが人類がこう向かうべき未来なんだっていうことなんですよね、このイーサンさんが主張してるのは。でジムクレーマー言ってるんですけども、食肉工場がコロナウイルスのホットスポットになってると、連日その類のニュースが流れていると。でトランプ大統領がいくら食肉工場を開こうとしてても、今牛肉とか豚肉とか鶏肉が不足してると。で不足してるということは値段が上がっているということだと。でこのような状況の中で植物肉とか代替肉のビヨンドミートが躍進するのは全然驚きじゃないって言ってるんですよね、ジムクレーマー。で発表された決算も抜群だったしって言って、で決算良かったですよね、いつもの決算マンさんなんですけども。で EPS は 0.03、 予想プラス 0.09 ということですごいいいですよね。で売上もいいし、アナリスト予想全部超えてますし、イヤーとイヤーで 141.4% 成長ですよ。依然としても驚異的な成長率ですよね。で僕ビヨンドミートダメなのかなって思ってたんですよね。だってファーストフードとかにこう商品を卸してて、でそういうの全部空いてないわけですから。でそういうのね、売り上げがもう激減してるわけですから、コロナウイルスで。
めっちゃ影響あるんじゃないかなと思ったんですよね。で、あと、やっぱビヨンドバーガーとか、その植物肉、ちょっとやっぱ普通の肉より高いから。だから経済状態が厳しくなった時に、わざわざそんなんもう買うかと思ったんですよね。で、レストランとかにも卸してるけど、レストランとかもう空いてないし。だからこれかなり苦戦するんじゃないのって思ったんだけども、まあ、やっぱり凡人ですね、私。で、確かにレストラン向けの販売とかそういうのは、もうかなり失速したんだけども、結局そのリテール向けの販売が好調だったんですよね。だからそのレストラン向けの売り上げとかで落ちてるやつを、そのダメージをやらげることができたと。で、ウイルスの影響ないわけじゃなくて、やっぱりどれぐらい影響するかわかんないから、で、ガイダンスは撤回されて、ただウイルスによるマイナス影響あるよって、ちゃんと言ってるんですけどもね。だけど決算数字良くて、株価もううなぎ上りですよね。もうトーン上がっても上がり続けてると。すごいよね。一時期50切ったりしたのにね。もう130超えてるっていうことなんですよね。で、ジムクレーマー言ってるのは決算発表とともに株価は一段と火を吹いてるけども、もっともっとこの株上がっていくんだろうかと。だから今一度 CEO の E さんに聞いてみようっていうことなんですよね。はい、ということで E さんさんなんですけども、まあ、アットマネーに出てるんですけども、まあ、ジムクレーマーはこのイヒさんさんのことすごい好きなんですよね。あと、ビヨンドミートもね、すごい買ってるんですよ、企業として。で、ジムクレーマー言ってるのは、自分はイーさん、あなたのことを知って、ね、結構長いと。で、自分はあなたのことをアナリストが知らないことも知ってると。で、あなた、この会社やってるのは、信念からだろうと。情熱からだろうと。で、すごい有名な栄養学者の、ウィリアム・ウェルズ博士っていうのがいるんだけども、その人が別にコロナウイルス云々じゃなくて、去年言ってたのは、もしこのまま肉をね食べ続けてたらと、もし植物ベースの食べ物に移行しなかったら、いずれいつか壊滅的なパンデミックが起こるって去年言ってたんだと。で、今起きてることはそういう類のことなのかもしれないよねって言ってて、で、そこにビヨンドミートの存在意義があるんだろうってジムクレーマー言ってるんですよ。で、イーサンさん言ってるのは、今のは自分たちのディスカッションを始めるのにパーフェクトなトピックですと。で、今はコロナウイルスで忘れ去られてるけども、別にコロナウイルスだけじゃなくて、豚インフルエンザもあったし、鳥インフルエンザもあったし、で、これからもいろんなこと張り続けるだろうと。で、動物を大量に不自然な状態で飼育し続けて、で、それを消費し続けると。そういうことにはチャレンジがいっぱいあって、で、何かあるたびにサプライチェーンの受ける打撃も大きいと。で、今は新型コロナウイルスのパンデミックで食肉業界が巨大なプレッシャーを受けていると。で、自分たちは今転換点にいると思うってことなんですよね。自分たちはっていうのはビヨンドミートの会社がとかじゃなくて、その人類はってことですよね。だから転換点にいるんだと。ティッピングポイントにいるんだって言ってるんですよ。で、ジムクレーマー聞いてるのは、もし転換点迎えてるとしたら、で、見方によっては、そのビヨンドミートっていう会社が目指している市場を考えると、あなたの会社まだまだちっちゃいよねって言ってるんですよね。で、これを機にどんどん本当にスケールアップできるんかと聞いてるんですよ。だって全然ちっちゃいよねと。で、世界の人口は100億人超えるかもしれないんだってジムクレーマー言ってて、いずれ超えるだろうと。で、この会社の目指す理念としては、もう世界中の多くの人にこれを届けるってことで、そんなスケールアップできるんかと。効率的に大きくなれるんかと。大丈夫なんかっていうのをジムクレーマー聞いてるんですよ。で、イーサンさん言ってるのは、頑張ってますって言ってるんですよね。で、自分たちはマーケットシェアを奪うのに、とにかくフォーカスしていると。で、今年の夏は、本当に絶好の機会だと考えてるって言ってるんですよ。で、今、肉不足が起きてるし、それを補うための、マジの方法として、自分たちの存在感が発揮できるんじゃないかと。で、自分たちは夏の間、もうアグレッシブに値下げするって言ってるんですよ。で、今よりも、もっともっと、動物肉の値段に近い値段を達成したいと考えていますと。今まだ全然割高なんですよね。同じ量のビヨンドバーガーと普通の牛肉のパテ比べたら、やっぱ全然牛肉の方が安いんですけども、それをなるべくイクイバレントな価格に近づけたいと。この夏は思い切ったアグレッシブな値下げやりたいって言ってるんですよ。で、イーサンさん言ってるのは、ホールセールマーケットで牛肉は1ポンドあたり 4.1 ドルなんだけど、まあ安いですね。で、それがリテールで売られたらまあ高くなりますよね。小売価格になるから。その小売価格に関しては自分たちは勝負できるんじゃないかと思ってると。で、この夏、そうやって値下げして多くの顧客を取り込んで、で、話さないようにしたいって言ってるんですよね。まあ、だからあれですよね。例えば、リモートワークになって、ズーム使い始めて、あ、いいじゃんってなって、ズームの利用者が増えるように、まあ、肉ないし、うん、植物肉ちょっと食ったろってなって、食べたら、あ、意外にいけるじゃんってなって、そのまま定着することを狙うってことですよね。取り込もうと。マーケットシェアを奪おうと。で、ジムクレーマーね、あえてこういう質問もしてるんですよ。あなたは飽き飽きしてるかもしれないけども、こういう批判があるよなと。
ビヨンドミートは多くの化学物質とか調味料とか着色料を使っていて体に悪いと。ビヨンドミートのソーセージは普通のソーセージと比べて脂肪とか塩分とかそういうの断然少ないっていうのは自分も知ってるんだけど、ジムクレーマーですね、ジムクレーマー知ってるんだけど、でもこういう批判が未だにあることについてどう思うかっていうのをジムクレーマーイーサンさんに聞いてるんですよ。でイーサンさん答えてるのは、もうその批判ね、もう毎回聞くけど、もうすごいフラストレーションだって言ってるんですよね。で時に間違った情報が出回ったりしてると。で自分たちは自分たちの植物肉の作り方に自信と誇りを持っていますって言ってるんですよ。で作り方クリーンで、本当興味のある人はぜひ私たちの施設に来てくれれば、例えば見せますよと。でそこの部分で透明性高くしてますから、うちの会社はって言ってるんですよね。でタンパク質を直接植物から取り出して温めたり冷やしたり圧力をかけたりして筋肉のようにしていくんだと。でまあ実際それだけなんだって言ってるんですよね。でその動物肉の場合と比べてみてくださいと。まず穀物を育てて、でそれ収穫してからそれを動物に与えて、で動物育てて動物から肉製品にするという間にはめちゃくちゃ多くのプロセスがあると。それぞれのプロセスを見てどっちがサステイナブルなのかと、どっちを好むかっていうのを一回みんなに考えてほしいって言ってるんですよね。で人々は自分が食べるものがどうやってできるのか知る権利があると思いますとイーサンさん言ってて、で自分たちはこのプロセスに誇りを持っていて、遺伝子組み換え植物も使わないし人工の調味料も使わないと、両親が子供に与えるのに何の心配もいらない製品というのを自信を持って作っているんだって言ってるんですよね。で、ジムクレーマーが言ってるのはなるほどと。で、次に聞きたいんだけども、そのリテールからの需要がね強かったっていうのは知ってると、まあ決算で言ってたよなと。で次あえて聞きたいんだけども、この前マクドナルドの CEO のクリス・ケンチンスキーにインタビューした時なんだけどってジムクレーマー言ってて、その時のことは引っかかってるんだよねと。で自分はマクドナルドの CEO のクリスにビヨンドミートのことを聞いたんだと。でクリスは自分がジムクレーマーがビヨンドミートが好きなことを知ってると。でジムクレーマーが製品も好きだし、でこういう風に帽子を持ってることも知ってると言いながらですね、いきなり帽子かぶり始めてですね、で帽子かぶって喋ってるんですけども、これビヨンドミートの帽子ですね。これでクリスは自分がビヨンドミートの将来を信じてることを知ってると。だけどこの前インタビューした時にクリスが言ってたのは、自分たちのマクドナルドのシステムはスケールが大事だと。でビヨンドミートのことを聞いた時に、自分たちはね趣味のようなことはやらないんだよねって言ってて、でジムクレーマーどんどんヒートアップし始めて、その時本当に趣味って言ったんだあいつはって、ホビーって言ったんだよマクドナルドのクリスはビヨンドミートのことを。でその後スターバックスの CEO のケビン・ジョンソンにもインタビューして、でビヨンドミートのこと聞いたら、ケビンはビヨンドミートとすごくいい関係にあると。で彼はビヨンドミートの意義を認めてたと。ビヨンドミートは今後何十年かけて環境保全のためにもなる長期的視野で頑張ってるとケビンは言ってたと。で自分はそうだと思うと、その通りだと思う、趣味だホビーだっていうのは冗談じゃないだろうと。そうだろイーさん、趣味じゃないだろ、情熱だろ、信念だろって、すごいもうだんだんヒートアップして一人で喋ってるだけなのに、なんかやっぱりちょっと腹だったんですかね、ホビーって言われたことが、ビヨンドミートのことをだんだんヒートアップしてですね、帽子投げながら喋ってるんですけども、まあイーさんさんはですね、いやジムありがとうありがとうと、憤ってくれてありがとうってことですよね。ホストがねそこまで熱くなったら、まあなかなかね冷静になるしかないと思いますから、答える方は。だけどイーサンさんはやっぱもう情熱ですと、信念を持ってやってますっていうことなんですよね。でイーサンさん強調してたのは、若い世代はもう分かってるんだって言ってるんですよね。で自分たちが大学のキャンパスとかに行くと、そのリアクションはマジで熱狂的だと。でこれからを生きる若い世代っていうのは、このままのシステムが続かないことをよく分かってるんだって言ってるんですよね。だからこれが分かってるんだと、 Must make different model for producing meat っていうのはもう分かってるんだと、食肉工場に変わるシステムを持たなければいけないことを分かってるんだと。決して趣味ではありません。でマクドナルドも含めた大きなパートナーとも真剣にビジネスをしていて、まあ、マクドナルドの試験販売は成功したと思いますし、もう試験販売としては。だけどマクドナルドだけじゃなくて、まだまだグローバルなパートナーシップがどんどん今増やしてるって言ってるんですよね。でそのうちの一つはこれですよね。ビヨンドミートは中国で4200カ所のスターバックスで製品を売り始めるということで、でジムクレーマー言ってるのは、中国でのスターバックスとのジョイントベンチャーは スターバックスの売り上げをも上げると思うけどどうやって言ってて、でイーサンさんは、自分はスターバックスとのこの事業にとてもエキサイトしていると、
で、イーサンさんはこのスターバックスの社会のためにいいことをし続けているところが大好きですと。で、スターバックスだけじゃなくて他の多くの企業にとって自分たちの植物肉を使うことはよりヘルシーで価値を与えると思っていますと言ってて、で、イーサンさん言ってるのは自分たちの重要な次のステップはコストをさらに削減し続けることにトライして動物肉よりも真に安い植物肉を大量に流通させることですと。で、そうなったら本当にすごいですよね。で、ジム・グレーマー言ってるのは、じゃあ今度お互い会うときはビヨンドミート売り上げがビリオンダラー超えたときだなって言ってて、まあ、だから今の10倍ぐらいになったときですよね。いかにすぐなるのかもしれないですよね。で、ジム・グレーマー頑張ってほしいなって言ってて、で、このディスカッションが閉まって最後に吠えてるんですよね。ビヨンドミートは趣味じゃないんだぞって。いやー、いいですよね。熱くていいですよね。エンターテイナーですね。だから株価火を吹いてますけど、ビヨンドミートどうなんでしょうかね。で、前回ビヨンドミートの動画上げた時に、やっぱこれ食べてから決めたいよねって言って、で、実際その後食べてそれを動画にしたと思うんですけども、その概要欄にも載せておきますけども、ビヨンドミートのビヨンドバーガー食べてみたということで、で、まあざっくり言うと、まあ美味しいっちゃ美味しいけど、肉と比べるとやっぱ肉でしょっていう感じだったんだけども、で、結局ね、ちょっと期待感がすごいでかかったんですよね。動画とか見ると本当に肉みたいだったから。で、食べてみると、うーんってなって、結局そんな感じがやっぱ積極的に買えないなと思って買ってないんですよね。で、今も買ってないんだけども、まあでもその決算とか見るとやっぱ魅力的に思えてきたから、どうしようかな、もう一回ぐらい食べてみようかな。あとちょっと前にジム・クレーマーはインポッシブルバーガーにもインタビューしてましたね。インポッシブルバーガーも代替肉の会社ですけども、まあ、これもなんかちょっと一回ぐらいは食べてみたいなと思ったりしてるんですよね。で、この前食べた時の動画概要欄に貼っておきますけども、一応ダイジェストとしてはこんな感じです。これですね、ビーフの6ドルの方 6.05 ドルと、ビヨンドバーガー 5.99 ドル。まあ、豆には見えないですよね。豆には見えないけど、肉かというと、ああ、なるほどな。やるね、ビヨンドミート。ビヨンドミートやるね。ビヨンドミートすごい、もうカチカチ。これなんかちょっと赤いからあれなのかなと思ったら、もうカチカチですよ。今バラバラにして食べてみたんですけども、いやー、かなり、こうやってね、すごい比べるともう身も蓋もないですね。めちゃくちゃ違う。豆って言われれば豆の味がする。ダメだ。どっち好き？両方ともめちゃくちゃ美味しいんだけど、こっちかな。美味しい？お肉。赤いもの食べたくない。赤いのも食べたくない。はい、ということで視聴者からの生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。ラムリサーチを今進めることはできんということで、まあこれ半導体製造の会社ですよね。で、ジム・クレーマー言ってるのは、これはいい会社だし、長期的にはいいと思うと。だけど今もう米中の緊張関係めちゃくちゃ高まってきてるから、今はこの会社を進めることはできないと言ってますね。はい、次。ジェネラルダイナミックスは長期だったらいいがということで、まあこれ防衛株ですよね。この会社持つんだったらかなりの長期的視野を持たないといけないと。で、今この銘柄はね、その防衛株の中では自分のお気に入りじゃないとジム・クレーマー言ってて、長期で持つんだったらいいと思うけども、お気に入りは前言っただろうって言ってるんですよね。で、以前動画にしましたけども、これ概要欄に貼っときますけども、今熱い防衛株4銘柄ということで、ジム・クレーマーはこういう銘柄を推してると。はい、で、最後クラウドストライクはいいということで、もうサイバーセキュリティの分野でベストの中の一つだとジム・クレーマー言ってて、オンラインだとクラウドだと買え買え買えって言ってますね。今日は以上です。聞いていただいてどうもありがとうございました。これからもジム・クレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。And that,